こんにちは、クーペの小山です。僕ですね、普段ですね、美髪専門美容師として、美髪作りをしてるんですけれども、今回もですね、たくさんの質問がありましたので、そちらの質問に対してしっかりお答えしていきたいと思います。皆さんですね、シャンプーを選ぶときに何か気をつけてることってありますか？今回はシャンプーを選ぶときに、あまりおすすめしない成分についてちょっと教えていきたいと思います。なのでこちらを参考にしてちょっとシャンプーを選ぶのもいいかなと思いますので、一つの参考素材として、考えてみてください、ね、日頃のシャンプーを自分で思い出して、まあ自分にですね、今から言うのに当てはまってないのかっていうのをちょっと確認してみてください。では、シャンプーに含まれている成分であまりおすすめしないものについて教えていきたいと思います。皆さんですね、日頃使っているシャンプーですね、ボトルとか詰め替え用のパウチに、書かれている成分表示をよく見たことはありますか？シャンプーは、まあ、洗浄成分だけではなく多くの化学物質が含まれています。そしてその中には髪や頭皮に悪影響を及ぼしかねない可能性もあります。具体的にですね、悪影響がある成分っていうのが、シャンプーの最も大事な成分は界面活性剤と呼ばれるものです。これは本来ですね、水とは混じり合わない油分を乳化し洗い流すことができるようにするのが仕事です。この界面活性剤には石油系と天然由来系のものがあります。安いですね、商品のほとんどは石油系の合成界面活性剤というのが使われており、その成分にはラウレル硫酸とかラウレス硫酸などと書かれています。これがですね、人体に対し、あまり良くないと言われております。そして界面活性剤が髪に与える影響っていうのが、石油系のですね、合成界面活性剤ですが、物質名に硫酸とあるように、硫黄を含む化学物質なんですよね。なのでこれらは洗浄力が強い代わりに頭皮や毛髪の油を落としすぎたりとか、過乾燥をですね、引き起こすことがあります。特に乾肌の方は使用に注意が必要です。頭皮トラブルの原因になりかねないので、敏感肌の方は特に使用が注意になってきます。最近ではですね、ノンシリコンシャンプーというのが多く販売されていると思うんですけど、このノンシリコンシャンプーの中にはシリコンを使わない代わりに、原価の安いですね、界面活性剤を使用して手触りを良くしているものもあります。このような製品を使用し続けてしまうと、界面活性剤が髪の表面に蓄積していきます。ですので、髪に残留した界面活性剤にトリートメントやシリコン剤が付着してしまいます。それによりカラーが入りにくくなってしまったり、ヘアマニキュアや白髪染めが浮いてしまいます。またパーマがかかりにくくなったりもします。そしてですね、オレフィンスルホン酸ナトリウムという成分があるんですけれども、この成分は石油系界面活性剤ほどではないんですけれども、洗浄力が結構強めで、食器用洗剤などにも使用されています。またですね、脱脂力もあるため、乾燥肌、敏感肌の方やパーマ、カラーをしている方は注意が結構必要になってきます。乾燥がですね、ひどくなってしまい、肌荒れを起こしやすくなったりします。またですね、パーマやカラーの持ちが悪くなってしまう場合もあります。しかしですね、石油系界面活性剤やオレフィンスルホン酸ナトリウムが必ずしもですね、悪い成分とは言えないです。もちろん手触りを良くしたり、より洗浄力を高めるために使われたりしているため、使用感が良い場合もあります。なので一方で、このような成分によって髪や頭皮に悪い影響が及んだり、せっかくのパーマやカラーがうまくいかないという事態になったりするということも、一つ頭に入れておくといいかなと思います。はい、ということで、このように、シャンプーを選ぶ際にはこういう成分に、注意して、自分に合うシャンプーを選んでいくといいかなと思います。僕の中で、おすすめのシャンプーの成分は、アミノ酸系配合のシャンプーとかはやっぱり僕の中でおすすめなので、まあ市販の中でも今たくさんありますので、その中からちょっと選んでいくのも僕はおすすめかなと思います。はい、ということで、今回も美髪講座は以上になります。また質問がありましたらですね、 TikTok とか YouTube、インスタなどのコメントから動画にしていきたいと思いますので、そして検証動画とかもやっていきたいと思いますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。それでは明日を美髪に、バイバイ。